日本で初めての電球は東芝の手によって作られました。その電球には竹が使われていたのです。明治、大正、昭和、人々のさまざまな暮らしを優しく照らし続けてきた東芝の明かり。良いものは新しい良いものに受け継がれる。東芝の明かり。